い、皆さんこんにちは、ノアです。今回はこちらのボンダンのね UR サルサ使っていきたいと思います。さあ性能がこんな感じですね。はい、まあ戦場の追い風、これがね、まあ、どれぐらいの強さなのかっていうのをちょっと今回は見せたいんですけど、まあ、デッキが一応こういうねゼノ制限に組み込ませて、サルサが、これじゃないや、サルサがこれ超パワー封印と思ってて、悟空ゼノとトランクスゼノなので、だったらご飯も入れてね、もう制限も組み込ませちゃおうかなみたいな、感じのデッキです。じゃあこんな感じで、おお、なんか構えがいいね、構えがかっこいいね。じゃあまあ必殺技はじゃんけんにしようかなとも思ったけど、たまにはバーニングアタックにしようか、確かあったはず。さあ行くぜ。でこの悟空ゼノもねちょっと久々に使うんですけど、これなぜその悟空ゼノをこれにして、しかもサルサと合わせてるかっていうと、これさ悟空って敵の戦闘力上昇率を永続半減なんですよ。だからこれをあえてこれと使うことによって、戦闘力上昇率をこれを無効化するのかっていうちょっと検証も込めてねこれ入れてます。まだサルサ今初めて使うからどういう強さなのかがわからないというところでね、はい、悟空ゼノのアビリティもちゃんと消されるのかとかで、ワンチャン 65% をわざとかけてそれも消えるのかみたいなまあそこまではやらないけど、わあラグス、うわノンアバ、ノンアバ、おーマジで、うわフィンがいるよ、フィンがいる。まあキーソード当てていきましょうか、ちょっとね。あーなるほど、じゃあ時の海王神にキーソードロック当てましょう。うわえぐで、ゴジータ出すでしょ。まあこれでいいんじゃない。正直ね削りたくないですよ、ラグスがいるから。まあまあいいや、ここは2枚出しで、多分これなら 75% はいかないはずなんだよね。さあ5戦仮面がちょっと気になる。まあただここはねダメージ半減なんでね、はい、全員突っ込んできた。ドミグラと仮面の固定で削るデッキなんでしょうけど、多分ね敵の海王神だけ封じちゃえばそんな怖くないと思う。で次相手、65% ダウン使ってくると思うんで、硬いね、さすがの硬さ。ただ半減次消されるとちょっと厄介。できることならね、時の海王神を封じないんですけど、さあどうなることやら、メテオもやってくるだろうね、メテオやってくるだよね。ちょっと今隣でね連呼してもらったんですけど、いやそこでまさかの悟空ゼノ過去ダブリ2枚目の悟空ゼノ出ました。いやこれさ、いやまあいい、後で言うか、ちょっとね、ご飯ゼノ、まあ時の海王神でいいよね、これ時の海王神でいいでしょう。アビリティをロックしたい敵を選ぼう。さあこれはちょっと成功させたい、出ないとちょっと軽減消されるのは痛すぎるマジで。あそれか次トランスゴッド1枚出しようかな。うおまあ安定の、はい、でラウンド2、あーなるほど、じゃあいいや、トランクス1枚出しましょう。相手ガード1ないもん。でこれ出しちゃえば、まあおそらくは相手もね削ることができないと思うんですけど、でゴッドメテオが確かドミグラだったと思うんだよね、多分ドミグラだった気がするから、まあこいつを1枚出してれば問題ないでしょう。時の海王神ではなかったと思う。あなんだ 65% っぽいなまあいいだろう、いいだろう。さ
さあ来た強い、まあ、倍増はいないけどね。さあどれぐらいこれ効果を発揮するかだよね本当に。さあ悩んでますね。ただこれねトランクスの技打っちゃうと 65% じゃない 75% 切るからそれはやめたいかな。はい、まあこんな感じでいいでしょう。リンクラインもね当てない、ここは当てないで、他のメンツ出す意味ないよねこれ。止まらないや、行くぜ。さあゴジータも消されるからもういいや。よっしゃほら来た、時の返しに切った、よっしゃここは軽減なんて張らないのさ。でさっきさ悟空のゼノが出たじゃないですか。これさ悟空のスーパーサイヤ人の方が出るかかけたんですよ。あれまだ持ってないからで出ないから多分ね8万円ぐらい使って出ないからちょっと悟空もうねどうしようかな、明日また連呼しようかな。ちょっと2日目もね、まあ、最悪連呼する羽目になるかもしれない。まあしょうがないね。さあ次のラウンドちょっとこれ制限なしで先行取れるから取っちゃおうかな。いや次もういや制限なしで。いやここは押さないでしょ、相手も押さないじゃあいいや。うー分かってるね、ラグスは分かってる。じゃあ制限打ちましょう、制限打って6000度目。消え去ってしまう、ドドドドドドド、うーはおーい、トランクス強すぎでしょ。うーあートランクス予想外すぎる、トランクスマジかよ、火力おかしいでしょ。えマジでそんな出る、うーわやば、ちょっと待って、え火力めっちゃ持ってかれたんだけど、やば。そしたらうわーと悟空ゼノはちょっと打てませんね。まあ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 なんとかなるでしょう。とりあえず相手2000しか出ないんでこれは止められないと思う。てか女の子の極亀龍拳あるから大丈夫だ。まあ、ちょっと剣装もね見れますしね。それかワンチャン極亀スルーしてサルサの技を見たいっていうのもあるかな。そうしよっか、そうしよう。で最後龍拳あるから多分仕留め損ねても龍拳で8000は出ると思う。さあまずはこれ、これもね9個あったらすごい火力出るんですけど、まあしょうがないです。じゃあこれはスルーで、戦略的スルーで。おいまさか、まさかサルサ止めるってことはないよね。サルサが止められるのは絶対嫌だ。信じられんわ信じられん、やば、運悪、運悪、それはびっくり、4分の1で、うーわー、まあしょうがないか、まあ、ミッションでやりましょう、しょうがないそれはもう。うーわまさかの、それはやばい、それはやばいね4分の1当てるっていう、なんか自分の動画そうですよね、重要なキャラクターがフリーズアタックとかカウンターラスされるっていう。まあこれいったでしょ、
さあ、でもまあ今回のね、サルサなんですけど、相手の戦闘力もね、普通に出てるんで、まあまあ、単純にそのダメージ倍増効果と、戦闘力の倍率、だからその戦闘力2倍、3倍みたいなやつを消すだけ、でしたね。はい、これはまあ正直言ってホッとしてるかな。だからその悟空 BR とかはちょっと使いづらくなるでしょうね。あとは女の子サイヤ人のバーサーカーも倍増依存なので、まあ、2ラウンドからね倍率がずっと使えなくなると、まあ、かなりきついんですが、まあ、それはそれでヒーロータイプとかもあるので、まあまあまあ女の子はまだ全然戦えそうですね。以上、ありがとうございました。次に進むぞ。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。